まずね、実は今日という日は、僕もね、Facebook とブログで上げてるんですけど、実は宇宙のこう流れからすると、まあ、かなり、スタートとしてすごいいいタイミングというのが、まあ、冥王星というね、惑星が、占星術の中でも、結構大事な惑星なんですけれども、これが水瓶座に、今朝、日本時間だと9時57分に、水瓶座に入った、山羊座から水瓶座。まあ、これは、2020年の12月からね、こう、風の時代っていう、惑星の配列が200年ぶりにね、大きく、こう、地の時代から風の時代に入ったっていうのは、まあ、張さんとも対談でもね、お話しさせていただきましたけども、それがね、最後のやっぱり決め手となるのが、こう、惑星の中でも一番ゆっくりゆっくり、こう、周期として動いてくる、重くこう、動いている冥王星っていうね、この破壊と再生を司る惑星が、きっちり水瓶座に入ることが、本当、まあ、本番の始まりっていうと言われてまして、まあ、去年の3月から1回仮で入ってはいたんですけれども、1回すぐ2ヶ月で離脱してね、彗星とかと一緒で逆行するタイミングがありますので、2ヶ月すぐ出ちゃったんですけども、まあ、それが、再び、今日のついさっきですね、また水瓶座に入って、まあ、このまま9ヶ月間じゃないな、9ヶ月か、今年9月までは、もう本当入りっぱなし。で、1回2ヶ月だけね、9月から11月までは抜けるんですけども、まあまあ、その11月の、まあ、20日かな、からはもうずっと、冥王星という、惑星が水瓶座にもう入りっぱなしで、まあもう完全この2024年は風の時代と言われている、まあ、精神性とかね、こう、物質じゃないもの、まあ、スピリチュアルなこととか、そういうものがね、もっと表にね、出てきて、まあ、大切にされる。そんな時代、精神文明とかね、そういう時代にね、もういよいよ、待ったなしで入っていく。でね、今、例えば政治の、こう、汚職とか、ああいうのも昔からあったものが、どんどん表に出てとか、まあ、芸能界のなんかね、そういう、まあ、事件とか、まあ、いろんなね、こう、いわゆる表社会のいろんな分野で、活躍している人たちとか、その業界の人たちが、いろいろね、こう、嘘とか、こう、ね、偽り、まあそういうマイナス的なものがどんどん、なんか、あからさまになってきてるかね、暴かれてってるような時代かなと思いますけども、まあこういうのも、これからの時代ね、すごい、より顕著に出てくる。まあ、それに伴って、インチキだったものっていうかね、もう古い時代でいらない構造とか、枠組みっていうのはね、壊れていくんじゃないかなとは思いますので、だからまあ、正直に生きてる人にとっては別にそれは問題ないし、そういう権力とかじゃないね、こうみんなでこう調和していくような、そういうのを目指してる人たちにとったら本当追い風にどんどんなってくるんじゃないかなとは思うんですけれども、逆に古い枠組みとか権力にしがみついている人にはちょっとね、強風吹き荒れて振り落とされてしまうような、まあそんな時代になるんじゃないかなと、まあ思いますので、でまあ僕の方はね、昨日までに本当、すごい浄化の日々を、まあ約1ヶ月かけていろんな体験をしてね、浄化しまくったんで、まあ本当今日からいい意味で再出発で、心身ともにです、今、すごい元気にしておりますので、またインドのレポートはね、レポートで、ブログとか、Facebook で書いてますので、ね、それは見ていただけたらとは思っています。ということで、まあ、あとね、ここインドでも、明日の1月22日だったかな、なんか500年ぶりに、インドのもともとあった聖地、名前忘れちゃったな、後でまた思い出します。すごい大聖地が、500年前に、いわゆるイスラム教に、まあ、パキスタンとの、こう、インドが分裂するきっかけになったぐらいの、イスラム教にね、奪われた聖地が、500年ぶりに明日、返還されるっていう大イベントが、インドはね、あるんですよ。それはもう、今の、モディ首相でしたっけ、
インドの首相ってすごいやっぱりやり手の方で、ね、その方の働きかけで、そういうことが実現する。まあ、これは本当に500年ぶりにこう聖地が、最大規模に近い聖地がですね、返還されるというのは非常にインドでも珍しいこと。このまあ一つ風の時代だったりとかね、こういうタイミングと重なってるのかなとは思ってるので、インドも10がまあ明日はね、非常にこう盛り上がる祭典の日と、記念すべき日となりそうなので、でもこれはパキスタンの人たちも喜んでるんですね、実は。パキスタンというかまあイスラム教の、インドに住むイスラム教の人たちも、決してこれをこう、マイナスなことと捉えてないらしくてですね。まあ、過去のね、こう、宗教の争いのことですし、やっぱりみんな、もうインドにいる、こう、イスラム教徒の人とか、まあ、一応パキスタンの関係の人とかも、やっぱり本当はもうね、もう争いとかはもうしたくないっていうのがもう本音らしいのでね。まあ、パレスチナの方ではバチバチ今も、惨状が広がってますけどもね。まあ、こういった調和も各地で少しずつ宗教とかを超えて今起こってきてるなっていうのを感じていますのでね、着実に時代はいい方向に向かっていくんだろうなとは思っています。まあ、張さんとはね、また、今年3月3日にですね、東京で鳴海修平さんをお招きしてのね、コラボ講演会がありますので、またその時にね、いろいろ、詳しい、まあ、僕これから鳴海さんと明後日から合流するんで、またその、いろいろインドでね、なるみさんとも話ししてこようと思いますけども、今度調査を交える3月3日ありますのでね、ぜひ皆さんも、来ていただけたらと思います。では続いて、縄文時代はなぜ約1万5千年も続くことができたのでしょうか。天気画家の正源さんが伝えられているような愛ともやりに溢れた時代だったからなのでしょうか。まあ、縄文時代はどこから始まったで、どこで終わってっていうところでね、こう、1万5千年と区切るかっていうのもあると思うんですけれども、まあまあ、確かにこう、1万年以上とかね、もっと続いたっていうふうに言われている縄文時代。まあ、その最大のこう、ポイントってなると、一体何なのかっていうところですね。まあ、理由はいろいろあると思いますけど、どうですかね。一番思うのは、要は大集団を持たなかったってことですよね。集落って言っても、よく言ったのは、最大で20軒。で、人数で言ったら100人以下で生活していて、あとはちりぢりバラバラっていう形になっていくから、要は権力欲っていうそのものがあまり進んでいかなかったっていうのがあるような気がするんですよ。で、これは、例えば葬式っていうことで考えたときに、縄文人以外は、例えば人が亡くなると、その辺に放り投げといて獣に食べさせちゃうとか、鳥に食べさせるっていう方法、チベットなんかでもそうですよね、彫像を移るのが、本来の形っていうことなんだけど、縄文人は穴を掘ってちゃんと埋めてたんですよ。だから、そういった意味合いでは、先ほどあった愛と思いやりっていうのかな。そういった意味の部分っていうのを強く持っていたっていうのは確かだと思います。だから、そういった中で人のことを大切にするから、要は、単純な言い方をすれば、その大切にした気持ちの中で、お互いがお互いのことを、それで、まあ、せいぜい多くても100人いかない集落っていう中で、助け合いながら生活をしていたから、逆にそういう長い期間。で、その人たちが全部集まって、大きな都市を作るとか、都を作るっていうことを全く考えてなかったんです。それをすると欲が出てきちゃうっていう中で、だから動物を殺したりなんかするっていうのも、無下に殺すっていうことを、良しとしてなかったっていうのがあるんで、そういった意味では確かに愛と思いやりっていうことになるのかもしれないけど、いろんなところで、他の民族とちょっと縄文人って違う部分を持っていたっていう。まあ、それ葬式っていう一つの例をとって言っただけなんですけどね。ただ、
それができたっていう。で、この実際に埋められたのがどのくらい前かというと、1万6千年って言ってるんで、1万5千年より長いんだと思うんですけどね。ただ、もともと古代の、イースターとかそういった中では、3万年とか4万年とかっていうオーダーなんで、実際には縄文時代ってもっと長いのかなっていう気はするんですけど、今残って発見されてる中では、だいたい1万6千年ぐらいかなっていう。その頃には埋葬してました。墓標っていう。そういうことになってるんで、多分、愛と思いやりっていうのが、おっしゃる通りになったのかもしれないですね。そうですね。だから、社会の作り方っていうところで、縄文人はね、大きい、集落を作んなかった。言うなれば、町とか、都市とか、大きく言えば国っていうものをね、作らなかったのが結構、やっぱり大事なのかなとは思いますね。やっぱ人って集落から始まって、徐々に農業とかも、縄文人も農業やってましたけれども、で、こう、ね、こう遊牧民だったら、でっかくなりようがないと思うんですけど、基本的には。でもどうしても農耕民族になっていくとね、だんだんそこに根付くと、だんだん、ね、人が増えてって、食べ物の生産量と同時に人も増えていくとね、だんだん村だったのが町になっていったりとか、その街がね、大都市にやがてなっていったりとか、ね、都市がやがて国になっていったりってね、そうすると王様が出てきたりとかってしちゃうと思うんですけれども、縄文人ってやっぱそういう概念がなかったのか、あえてしなかったのか、やっぱりその王権的な方にどんどん行っちゃうと、やっぱり支配と、領土の拡大とかね、支配の方に行っちゃうのが、西洋的な考えだと思うんですね。他の隣に集落があったらそこを、融合させていくとかですね、取り入れていくっていうのなのが、西洋的な支配拡大の人のこの社会の作り方だと思うんですよね。そして、絶対的な王様みたいなのがどんどん頂点に行って大きくなっていくっていうようなね。でも縄文人って多分ね、他の集落が近づいてできちゃったらもう逃げる、お互い逃げるみたいな、お互い距離を持って逃げていくってことが、いい意味で自立分散型で共生し合ってた、コミュニティだったのかなと思いますので、それが一つ、お互いが争いを生まなかったし、日本列島にさえ侵略されなければ、ここに住んでる人同士がそういうみんな価値観でいた場合には、共生する時代が長く続けられたのかなというふうに思いますね。でも縄文人がね、無知だったっていうよりはね、本当にかなりやっぱり高度な精神性とか、やっぱりより地球の何でしょうね、声を聞こえるっていうのは本当そうだったんだと思いますので、やっぱり縄文人が持つ DNA とか、愛情とかね、そういう感性とか、そういうものが非常にベースになってたんだろうと思いますし、やっぱり特に自然と共生していくには人間がどう生きるべきかっていう法則をちゃんと分かってたんじゃないかなと思いますね。西洋は人を侵略して取り込んで拡大するだけじゃなくてね、自然を木も切って砂漠化していってね、どんどん、この支配っていうのは地球環境への支配も入ってくる存在だと思うので、やっぱそういうことがね、本当縄文人と真逆。だったから、続くところも続いてせいぜいね、何百年とかしか、やっぱり歴史がなくて、どんどん、もう弱肉強食で強いものが出てきたら、食われていくような、それが西洋的な、でもその分、科学とか、文明と言われている表向きのね、物質的なものはね、進化していく。どんどん強いものとか、より、そっちの面で進化しているものがね、上書きされていくので、それは確かにそういう発展の方法もあったんでしょうけども、それとやがてどっかでね、限界が来ちゃうんじゃないかなというふうに思ってますね。続いて、体内記憶を持つ子供たちについての情報を集めている絵本作家の方が、2025年の4月以降、日本は神の国になると言っている子供がいると話していますが、
第一災害、隕石やフィリピン海沖に衝突し、巨大津波が発生して多くの人が流れてしまった場合の後に、日本が神の国になることはできるのでしょうか。例の注射を8割の人が打ってしまい、今後もどんどん人口が減っていく中、政府やマスコミの洗脳に未だ気づかずに生活する人が多いこの国、日本国でそれは可能なのでしょうか。逆遺伝子を持つはずの日本人の40%の人が全員で目覚めたら何とかなるでしょうか。まあね、2025年7月5日だったっけ？ 4 日だっけ？ 4 日？ 4 日だったっけ？どっちか忘れちゃいましたけど。まあ、7月5日。5日でしたっけ？5日。はね、予言がいろいろありますよね。い。あ確かに。りまあ、ま隕す。石の落下はね、こう、NASA の話とか、リンゴの木村さんの宇宙人からの情報とかね、それが多いと思うんですけども、これは僕は多分ないんじゃない、そもそもないんじゃないかなと思っていますので、ただ空から何かが降ってくるっていうのは将来的にはあると思うんですけれども、まあ、このタイミングにそれが起こるかどうかってことに関しては大丈夫だろうなと思ってはいます。で、まあ、ちょっとこの7月以降に日本は神の国になるという話なんですけども、まあ、そもそもね、この国は神の国だろうなと思ってはいるので、それが今言った、まあ、こう、今言ったというか、さっき言ったような、この風の時代をはじめ、この物質文明の時代からね、こう、精神文明の時代に切り替わる中では、この、もともとやっぱり日本っていうのは本当神の国というのにふさわしいような、やっぱり歴史とか土台があるのでね、それがどんどん、その宇宙の流れに、マッチするようになってくるんでね、どんどん浮き彫りになってくるというかね、台頭してくる。日本の持つ影響力が世界に広まってくる。この、神の国って何っていう話なんですけども、もともとやっぱりこの世界とか地球を作った創造主とか、まあそういうののやっぱり意志を引き継いでいるからね、この地球をどう、まあ維持していくかとかね、こういい場に作り上げていくかっていう意志を引き継いでいる民族なんだろうなと思っていますので、そういう役割がすごいどんどん発揮できる、創造主の意思を引き継いだ日本人の役割が発揮できる時代になってくるのはもう始まってると思うんですよね。それがまあどん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 こう強まってくるのがさらに、まあ確かに2025年の7月以降とかさらに加速していくんじゃないかなってことで、これまでは神の国じゃなくて突然来年の夏から神の国になると、まあ思わないんでね。なんかその言葉のニュアンスってとても難しいし、また僕が伝えてるイメージもまた言語化すると、まあ間違って捉えられる可能性もあるんですけど、なんとなくそんなイメージを持ってますね。まあ、正直言って、体内記憶の中で言われている神の国とかっていうのは、日本人特有なものっていうふうに感じていいんじゃないのかな。いろんな、確かに現象とか、いろんな問題っていうのがあったにしても、隕石が降ってくるとかなんとかって、これ結構、宇宙の中でやっていくと、天体の観測で新しく発見されるじゃないですか。で、これは地球軌道に、ぶつかる軌道に乗ってるよっていうのが算出されるじゃないですか。そうすると、また一定の時間が経つと、いきなりそれが消えてしまったり、方向が変わってしまったりっていうことがいっぱい起きるんですよ。だから、そういった意味で地球って守られてるのかな。その中の日本っていうのが、みんなの意識をまとめていくのかなっていう、そういうふうには思うんですけど、タッキーが言う通り、そこまでいろんなものを心配する必要性はなくて、その流れの中で、本来人が人として、歩むべき道っていうか、その思いっていうか。で、単純に何て言うのかな、大津波が起きるとか、そういったものも、実際に起きるかどうかもわからない。で、起きたとしても、どこに行っても起きるときは起きるし、助かる人はどこまで行っても助かるんだから、そういったことはあんまり気にしないでやってった方がいいのかなっていう。で、いずれにしろ、もう政府とか、マスコミの洗脳っていうのも、限界を期せるように思うんで、
徐々に変わっていくし、逆にそのまま侵されるようであれば、その人たちっていうのは、これからの世界を作っていく中で、要は、礎となっていく人たち、それを助けていくような存在に変わっていくのかなっていうふうに思うんで、あんまり逆に言うと気にしない方がいいかなっていうふうに思っています。だからあんまりそういうことが起きないよっていうふうに思ってもらった方がいいのかなっていうふうに思います。そうですね。数あるタイムラインの一つに、ね、この来年そういったタイムラインもあるのかもしれませんけれども、まあ、基本的にもうここまでオープンに出た場合には実現性はかなりまず低いのかなとは思いますしね。あと日本人は確かに洗脳だったりそういうのはひどい状態ですけど、まあ目覚める人の人数って本当に少人数で、まずはスタートはいいので、まあ、ぜひ皆さんがその一人になってもらえたらいいのかなと思いますね。